ここに。ニュースの滝。ニュース。こんなとこ降りて行っても大丈夫かな。をやってきて、ここで方向転換しまして、そしてあとは階段になります。階段を降りていきます。かなり降りそうな雰囲気はね、下りますね、これ。これね、下りがこれだから、問題は上りですね。上りがきついと思いますね。あ、しかし、もう、まあ一応は、滝の海が見えてきましたね。よしよし。これは神社から来れるのかな。あ、やっぱりこれは神社から来れた雰囲気やね。おお、思った以上に素晴らしいんじゃないのこれ。おお。おお、これは素晴らしいね。おお。しますわ。すごい。あれのようだね。あそこ行ってみよう。あそこへ。見えるかも。一応場所を渡ってね。人から来れたんだよね。いいか。あの険しいとこんなとこ無かった。やっぱり神社から来れたんだね。見える見える。見える見える。そうなります
けれど、あそこに、この上にもっと上に展望台がありました。下田もう一回上がっていきましょう。展望台ですよ。やっぱりお寺の裏手でした。一緒や。結局展望台からも見えません。意味ないじゃん。後ろにもう一つ小さい滝がありました。細いけど、お、収穫収穫。藤の花の上に滝がありました。この岩壁のやはり横に自分を打った滝があって、この道がここだ。展望台を降りたところから見るともう少し上がってきたのです。ここまで見ました。ここは見えないですね。滝口は上から見たことは滝口でしたね。ここをずっと乗って、これを作っていただきます。